はい、こんにちは、ゆきです。本日は、イリス47さんの逆お見せ図鑑になります。今日は前回ご紹介いただいた近藤さんに来ていただきました。近藤さん、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イリス47の近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズンですね、はい、コンセプトなどをご紹介いただきたいです。はい、今回の、コレクションのテーマはミュゼと言いまして、はい、フランス語で美術館という意味になります。はい、で静けさの中で感性を研ぎ澄ませるシックな色をフォルムや素材で華やかに感じさせるようなジュエリーやヘアアクセサリー、はい、帽子を展開しております。はい、そして今回はイリス47初となります装飾性を素材で表現したシックなフォーマルドレスを展開しております。はい、そうです。初めてイリス47さんからそのお洋服が出るということで、はいはい、私もちょっと楽しみで、はい、ありがとうございます。これからオケージョンで、卒業式、入学式迎えられて、はい、あと謝恩会とかそのパーティー で今回ね、その新作とともに、はい、ご紹介していただけるということで、はい、ちょっと楽しみです。こちらこそ楽しみです。じゃあどうしようかな。一つ目は、はい、まず本当に一番今ね、はい、皆さん探してると思うんですけど、はい、その卒業式、入学式にも着れるアイテムを使ってちょっと、はい、コーデしてみたいなと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。ご用意しておりますのでぜひ。ありがとうございます。いきます。はい、せーの、はい、はいはい、ということで、はい、1着目を着替えさせていただきました。はい、もうね、すごいシルエットと、はい、あとお袖の感じもシンプルすぎず、はい、これちゃんとデザイン性もあるので、はい、これ両方いけますね。本当パーティーにも使えるし、はいはい、もうデイリーにも使えるけど、はい、こういうちゃんとしたこう式典にもこう出れる場合で、はいはいはい、すごいね。でも着心地もいいし、ラインが綺麗ですね。はい、そうですね。こちらははい、リストドレスという、はい、ピアノ奏者のフランツ・リストの曲調からインスピレーションを受けて、はいはい、デザインされた、はい、ドレスになっております。で、はい、特徴としましてはおっしゃったように、はい、このやっぱ袖の立体的なこの袖のフォルムに、はい、この繊細なチュールを忍ばせて、はい、モードな雰囲気とフェミニンな繊細さをこう備えた雰囲気のあるデザインに仕上がっております。着てみると、はい、すごいね。なんかこうシックに着れるところも、はい、またその、はい、イリス47さん の、 このアクセサリーとこうマッチしてくるところが、はいはい、そうですね。生地もシワ、はい、になりにくい生地を使用しておりますので、はい、そういったお形状シーンにもシワをこう気にせずにご着用いただけるのも魅力になっております。なんかこう、ね、人とも差をつけられるし、はい、こう大人っぽくこう着れるっていうところがすごく素敵だなと思いました。はい、今アクセサリーも一緒につけさせてもらったんですけど、はい、こちらもねご紹介お願いします。はい、こちらはミラーイヤリングという、はい、コスチュームジュエリーから、はい、インスピレーションを受けて作られたボリュームのあるイヤリングになっております。はい、身につけただけで顔周りがパッと華やかにエレガントな印象になっております。はい、やっぱこうなんか一個一個がちゃんとこう際立ってくるっていうのが、はいはい、すごくねこれもつけ心地も良くて、はい、ね、なんかやっぱりイリス47さんのこうやっぱイヤリングってこう大振りになっても、はい、ちゃんとこうしっかり安定感もあるし、はい、この落ちてこないっていうのが、はい、特徴なのかな。はい、こちらしっかり後ろのバックスタイルもシリコンキャッチがついてますので、はい、落ちにくいデザインで、はい、そういったものも考慮して作っております。はい、そうですよね。大ぶりなものほどやっぱりイヤリングってちょっと不安になりますもんね。はい、そこもちゃんとつけれるし、こっちもね、はい、すごい色違いですよね。はい、色違いも、はい、ございます。はい、こちらはちょっと、はい、クリスタルに、はい、マットなフロストコーティングを施しておりまして、はい、ちょっとグレージュのような、はい、馴染みやすい色合いでまとめた色デザインになっております。ちょっとこれもね、はい、後でつけて、はい、ぜひ。あとこのカチューシャは、はいはい、こちらの、はい、ベルディワイドヘッドバンドと申しまして、はい、
フィリス47で人気のワイドヘッドバンドのサイズ感になるんですけれども、はい、今回はリモンタイースト社のナイロン生地を使ったデザインになっております。でこちらは品質の良さに定評がございまして、深みのある微光沢だと手触りもすごくこう張りとツヤがあって質感もすごく滑らかで通年使っていただける生地を使っております。簡単にきちんと感も出せて、はい、こうつけれるアイテムがあると、はい、卒業式入学式って、はい、やっぱり自分のことだけじゃなくて子供を送り出すので、はい、やっぱりこうね忙しいじゃないですか、はい、そんな時に、ね、こうねちょっと自分でねこう、はい、こうできるのもやっぱり魅力的で、はい、絶対に持っててねこう間違いがないというか、はい、大人っぽくね、はい、こうつけられるところがすごく魅力だなと思いました、はいはい、あとはい、何でしょうこれこういうのね、はい、あはいちょっと同じ生地を、はい、リモンターナイロンを使った、はいはい、フックタイプのヘアクセサリーになります、はいはい、これもねなんかちょっとつけてみようか、はい、リボンがこう3層になっているデザインで、はいはい、つけていただくとすごく素敵ですね。確かに立体感もありますよね、はい、じゃあちょっとつけてみましょう、はい、ということで、はい、先ほどのこちらのブラックをつけさせてもらったんですけど、はいはい、すごいかわいいです。服なので、はい、刺しやすくて、はい、しかも大ぶり、はい、こうでもこうなんだろうシンプルだから、はい、すごくやっぱこうなんだろうリボンだけど甘くなりすぎず、はい、で先ほどのこのお素材と一緒で、はい、やっぱりこう存在感があって、はい、なんかちゃんと高級感、はい、張りがあってこうピンとしたシルエットになっているので、はい、すごく上品な存在感があります、はい、ハイブランドも起用している、はい、ナイロン生地になりまして、はい、すごく高級感のあるこだわりのナイロン生地になっております、はいはい、だからこうしっくりこう重みもあって、はい、きちんと感も出てっていう、はい、この形が、はい、こう崩れないので、はい、そこも魅力的ですよね。そうですね、はい、次はこれ、はい、こちらバロックパールという天然のパールを使用した、はい、ピアスになっております、はい、で形が左右こう非対称なのは、はい、こう自然が作り出した造形といわれるもう一つしかないデザインになっておりますので、こう愛着を持って身につけていただけるようなデザインになっております、はいはい、パールつけるとこう、はい、ピンとしますこうすごくやっぱりこうね、はい、まあ、間違いないですよね、はい、こういう場所にだったりとかいろんなこうあとセットアップでもつけれるし、はい、そうですねネックレスも、はい、ブレスレットも、はい、すごい綺麗なすごいパールというか、はい、なんかこう丸みがあってこう、はい、コロンとしてるパールですもんね、はい、そうですね、はい、でちょっとこう、はいパール特有のツヤも光の当たり方によって表情を変えるので、はい、すごく品のある存在感になっておりまして、はい、でチェーンもちょっとマットな質感のシルバーチェーンを使っておりますので、はい、そのチェーンの輝きとパールの光沢感がすごくバランスよくお手元に馴染んでお使いいただけます。確かにこのねチェーンも繊細ですごく可愛くて、はい、この色がすごくいいですよね、はい、バランスも、はい、よくお使いいただけますね、はいまあ、ネックレスもねセットであるので、はいはい、こちらもなんかこうつけてみたらやっぱ可愛いですよね。はい、すっきりとしたシルエットで、はいはい、よかったら、はい、はい、ありがとうございます。はい、やっぱり、ね、つけてもね、可愛いですね。はい、3セットこうついてれば、はいはい、このままね、そうですね、もうつけれるし、はい、なんかいろんなね、こうアイテムでも使えると思うので、はい、やっぱセットアップで使えるとね、はい、統一感、そうですね、出るし、よりちょっときちんと感が、はいはい、出ると思います。出ますね。ドレスが、はい。もう引き立ちますね。そうですね、はい、やっぱりこうジュエリーブランドの目線で作られたドレスになってますので、はいはい、もうアクセサリーも引き立ちますし、はい、その身につける着ていただく女性がの魅力をこう引き出すデザインっていうのを、はい、作られていますので、そういった部分でも本当に全て相性よくお使いいただけるデザインになっているかと思います。本当にこう、はい、お素材すごく思ったんですけど、はい、このここの腕の部分の切り返しの部分とここって違いますよね。そうなんです。ちょっとマットな質感と、はい、ツヤのある質感、はい、2つの素材を組み合わせておりまして、お手元のこの袖が強調するように、はい、デザインされております。ボディラインもすごく綺麗に見せるシルエットにこだわって作っておりますので、はいはいはい、ここもちゃんとシェイプされてるので、はい、ストンとこう落ちるので、はい、このボリュームとのこのバランスで、はい、体型カバーもきっちりできて、はい、きちんと着こなせるってすごくいいですね、はい、でも本当スリットも、はい、スリットも程よく入っておりまして、はい、両方ですね。そうなんです、はい、
動きやすさもありますし、はい、さりげなく見えるところも、はい、あのバランス良くなっておりまして、あとちょっと後ろの、はいはい、背中のこちらにも、はい、あのさりげなく縦のラインでスリットが入ってまして、はい、こちらすごいあのシルエットをより綺麗に見せてくれる、はい、のデザインになっております。じゃあ次はちょっとパーティースタイルにねちょっとチェンジしたいと思います、はい、じゃあお願いします、はい、次は近藤さんもですね、はい、私も着替えます、はい、じゃあ一緒にせーの、はいはい、ということで、はい、2個目では、はい、もう華やかに、はい、あのパーティースタイルにちょっと変身してみたんですけど、はい、こちらは、はい、モーツァルトドレスといいまして、はい、ヴィンテージドレスをイメージして、で、はい、あの先ほども申したようにシワがつきにくいように、はい、あの素材を使った、はい、あのデザインのドレスになっております。はい、で現代 の, そのデザインにフィットした作品になっておりまして、はい、クラシック感のこのデザインがすごくこう、はい、なんだろう出てて、はい、すごくあのなんだろう、ね、これもすごいかっこいいね、はい、やはりこの特徴は襟、はい、このボリュームのあるフリルのついた襟元なんですけれども、はい、こちらは音の重なりを、はい、あの表現して、はい、あのイブニングドレスから着想を得て、はい、作ったデザインになっております。そうなんですね、はい、本当にね素敵で、素敵ですよね、こう、はい、立体感のある、はい、ちょっと動きのあるフリルになっておりますので、はい、正面はもちろん横からのシルエットも本当に360度、はい、素敵なデザインになっております。素敵ですね、はい、これはあのフリーサイズですか。はい、フリーサイズで展開しております。これも低身長な私でも、はい、あの着れますし、全然、はい、でこれにつけ、はい、これできるんですよね、取り外しが、はい、こちらできまして、はい、で中はあのシンプルな、はい、あのドレスになっておりまして、肩のストラップも細くて、はい、あのタイテのシルエットもすごくあの使いやすいデザインになっております。タートルネックに今合わせて着用してるんですけど、はいはい、全然カジュアルに使えるし、はい、あのなんだろう、大人っぽいこうエプロンワンピースのように着れるキャミワンピなのかなっていう、はい、そうですね、本当にね普通にあのニットに合わせたり、はい、カットソーに合わせたりとか、うん、それこそなんかボーダーとかで合わせて、ね、本当にカジュアルにちょっと寄せても、はい、すごくあのスニーカーに合わせて、はい、でも可愛くこう使えるので、はいはい、あのねちょっとこうパーティー系までになるとこう使えるのってこう難しいじゃないですか、うん、はい、幅広くこう使えるから、はいはい、ちょっとこれさっきのも可愛かったんですけど、はい、これもね素敵、パーティーの時はねこっち華やかになりますね、襟元をしっかりこうつけていただいて、はい、華やかになります。このアームの部分が、はい、これはあの袖があのこうケープのように着てるタイプなんですね、はい、お袖がないから、はい、この辺もねこうあのなんだろう、夏場も涼しく入れるし、はいね、はい、あの特にやっぱりこう脇汗とかもね夏場の四季とかだとやっぱりこうね、はい、あの気になったりするじゃないですか、はい、日差し強かったりすると、はい、その辺もこう気になってくるので、はい、そういったところもね、そうですね、涼しく着れるし、はい、あとあの二の腕も隠しながら、そうですね、はい、あの本当にあの、うん、綺麗に見えるデザインになっております、はい、でそれに合わせて、このさっきつけさせてもらったんですね、はい、色違いの、はい、こっちのタイプもなんですけど、やっぱりこう華やかになって、はい、今あのヘアメイクさんにこうあのシンプルに、はい、こうまとめてこうもらったんですけど、はい、本当にね一つ一つがねこうね、はい、なんだろう、もうパーティー仕様でもオフでも使えるアイテムがすごくもう魅力的すぎて、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとやっぱ淡い色の、はい、あの色味のイヤリングになってますので、はい、今日はシックな黒で、はい、あの合わせていただいても映えますし、ちょっとヌーディーなトーンで合わせた時に耳元つけていただいても、はい、あの雰囲気を楽しめることができると思います。こちらはあの、はい、ヘアアクセサリーがありまして、はい、あの今回メタルの色をブラックコーティングを施したものになっており、はいはい、あの日本人の髪色に馴染みやすく使いやすいデザインになっております、はい、ちょっとエッジなアシメトリーなリボンのモチーフになっておりまして、はい、少しこう女性らしさと遊び心があるようなデザインで、大きさもしっかりありますのでホールド力もあります、はい、絶妙な、はい、こう大人アクセサリーというかこう、そうですね、はい、こちらのイメージも、はい、可愛いですよね、はい、いっぱいつけていただいても、はい、あのマットなブラックカラーなので、うん、あのそんなにこう主張しすぎず
コーディネートを楽しんでいただけるデザインになってます。なるほど、まあ、はい、同じそのヘアアクセサリーのシリーズで、うん、ヘッドバンドもこちらございまして、はい、2種類、はい、ちょっとメタル、黒いメタルを使ったものが、はい、よかったらつけてみましょう、はい、ということで、はい、アクセサリーをちょっとチェンジしてみたんですけど、はい、すごくこのつけ心地もいいし、はい、なんかこう、なんだろう、このお素材って何ですか。これは、はい、先ほど のヘアピンと同じ素材になりまして、はい、そうですね、ブラックのメタルコーティングを施していて、はい、で表面のこのテクスチャーは、はい、チェーンを巻き付けたデザインになっております、はい、そうなんですね、はい、私黒髪だけど、はい、それにもやっぱりそのメタルの感じがちょっとこうキラッとしてる感じが、はい、そうですね、はい、すごくつけやすいし、はい、はい、これもいいな。あとね、耳元も今は、イヤーカフ、イヤーカフになりまして、はい、こう丸い方が、はい、ムーン三日月をモチーフにしたイヤーカフになっております。こちらですね、はい、こちら、はい、で、オーバル調のモチーフは、はい、こうアイビーイヤーカフといいまして、はい、こう楕円のシルエットになったものをちょっと2種類重ね付けをするような形でレイアウトでつけていただいております。なんかね、はい、イヤーカフをこうやってつけるのも、はい、やっぱ今な感じでつけれるのが、はい、昔のこうね、絶対セットアップでつけるみたいな感じじゃないですか、はい、うん、今こうやってイヤーカフでね、こうおしゃれにちょっと抜け感もね、はい、こう出て、そこもねすごくこう都会的で、はい、やっぱりおしゃれで楽しめるし、はい、ね、誰かのこうパーティーに行きたいな、ね、これでもぜひ行ってください、ね、本当その行きたくなるような格好なので、はい、しかもこの 2way で使えて、はい、本当にニットとか合わせたり、はい、そのカットソーとかでもアレンジはいろいろ効くの で、はい、で本当にシワになりにくいっていうのが、はい、やっぱりこれはね、もうなんかもう絶対条件になってくるような気がします、はい、私のも実はこうシワになりにくい素材になっておりまして、はいはい、でこちらの説明もさせていただきます、はい、こちらですね、そうですね、この今ね、モデルは、はい、中はこうヌーディーにしております、はい、こういった形でインナーを着ていただいても問題なく、はい、こちらヨハンドレスと言いまして、はい、ヴィンテージドレスをイメージして作ったデザインになっております、はいはい、はい、で胸元のこのブロッキングなんですけれども、はい、ちょっとリボンのモチーフをグラフィカルにちょっと表現したデザインになっております、はいはい、でウエストからこう A ラインですっきりとラインが出ていますので、はい、本当にスタイルをよく見せてくれるデザインになっております、はい、なんかちょっとふわっとして、でそうですね、お素材がこうちょっとこう、はい、なんだろう、こう張りのある感じなの で、ね、はい、なんかこうしっかりこうシルエットもあって、はい、この、ね、腕 の、 この、ね、肩のこのスリーブも顔周りを華やかにしてくれるデザインになっております、はいはい、なんだこのビジュアルでもすごい素敵なんですけど、はい、こういうやっぱレイヤードスタイルってすごく大事だと思うので、すごくなんかこう、はい、かっこいい可愛さとかっこよさがこう両方兼ね揃ってるなっていうのがすごいわかります、はい、なんかちょうど私で膝上ぐらいの丈感になるんですけれども、はい、足元をこう、ね、出されるの気になる方とかは、はい、割とこうドレス感のある、はい、太めの、はい、パンツなど合わせていただければ、はい、すごくフォーマルな印象になりますし、確かにレギンスやタイツなどでフラットシューズと合わせて、はい、ちょっとフェミニンな印象でお召しになっても素敵ですし、はい、本当にインナーで雰囲気が変わりますので、こちらもアレンジしてお使いいただけるデザインになっております。確かにすごいね、モード感がこう実際見てるのと、やっぱ着用でして見てると雰囲気がすごく、はい、実際見れてよかったなっていうのと、なんかこう見れるとやっぱこうで、はい、あ、こういうのも似合うなとか、うん、はい、例えばなんかこうブーツとかでもすごくショートブーツで、はい、そうですね、はい、もうすごくね可愛いのかな、なんかそれこそもマルジラのブーツとか、あ、可愛い、あいたもの足元で合わせていただいても素敵ですし、はいはい、あと今日はグレーのパールのオーラネックレスといいまして、はい、天然のパールを使ったネックレスを着用していますので、はい、こういったものを一緒に合わせていただいたり、はい、あとはこういった感じのちょっとこういう感じでちょっと深いシルエットの帽子をかぶっていただいても素敵だと思います、はい、すごい、はい、あ、帽子とも合いますね、ありがとうございます。なんか全然その帽子とかイメージがなかったんですけど、はい、すっごくお似合いです。そう、ちょっとドレッシーなお洋服にも、はい、合うデザインになっておりまして、はい、こちらのフルート、楽器のフルートをイメージしてボタンが、あ、こう、はい、くるみボタンが、はい、ついているデザインになっていて、はい、このプリムのところの隙間にちょっとポイントになってまして、はい、ここがアクセントになって、はい、で
向きとしてはこの左側が正しいんですけれども、はい、これ逆にもう後ろにこんな感じで回して、はいはい、もうあの、はい、すっきりとしたシルエットでお使いいただいてもいいですし、はいはい、お好みの向きでかぶっていただけるデザインになってます。なるほど、はい、後ろ向きでも可愛かったです。そうですね、はい、こういう感じで、はい、可愛いですね、はい、このねなんかこうボタンがちょっとこう、はい、斜めからやっぱりその入ってるので、はい、やっぱこうデザイン線が効いてるので後ろからバックショットも素敵っていう、はい、でこちらの生地が、はい、あのリサイクルナイロンを使用しておりまして、はい、あの撥水の加工工程まで全て地球環境の配慮にこだわったサステナブルの素材になっております。染色も、はい、あの竹炭を使っておりますので、はい、ちょっとこう優しいナチュラルな質感と落ち着いた色合いがすごく品の良い仕上がりになっております。確かに、はい、本当に品があるあのスタイリングで、はい、素敵です。良かったです、はい、プレスに合わせてこの辺のデザインは、はい、後ろがこう、はい、スカーフになっているデザインなので、はい、このドレスとも合わせて、はいはい、さっきお召しになっていただいた、はいはい、これですね、はい、合わせていただけるので、ね、はい、ドレスとも一緒に、はい、こちらはそう、はい、フロントはキャップスタイルでスポーティーなんですけれども、はい、後ろ姿はフェミニンを兼ね備えたちょっと垢抜けた印象になりまして、はい、確かにこの後ろのこのスカーフっぽい、はい、あのデザインがなんかすごく可愛いですね。多分似合いだと思うので絶対に後でやってみてください。わ、はいはい、かりました、はい、次はねあのカジュアルスタイルなんで、はい、じゃあ3つ目ですね、はい、に次はちょっとこうオンオフでもう、はい、あの使えるようなアイテムで、はい、あのチェンジしたいと思います、はいはい、行きましょう、はい、せーの、はい、はい、ということで、はい、3つ目のご紹介させて、ね、そうですね、こちらの、はい、こちらですね、はいはい、じゃあご紹介させていただきます、はい、こちらの、はい、バッハブラウスといいまして、はい、あのバッハの曲調をイメージしてデザインしたシースルーのブラウスになっております、はい、黒のシースルーが持つ静寂でセンシュアルな雰囲気はそのままに、この付け襟や袖などのダイナミックなプリーツを施したあのモダンでエレガントなブラウスになっております。あの皆さんこれも着ていただきたいのが、はい、肩崩れしない、はい、そしてよれない、はい、もうあのプリーツなので、はい、ちょっとこう、はい、少しシワ感のあるプリーツになってますね、はい、なってますよね、はい、華やかさもあるんですけど、はい、やっぱそのちゃんとモード感を出すっていう、はい、あのシャツで、しかもこの何この取り外し、はい、やっぱりできる魅力、はい、この丈感が絶妙すぎて、はい、私これちょっと本当に欲しくて、ありがとうございます。そう、やっぱ着てみるともう全然違くて、はい、このお袖のところもすごい素敵ですよね、はい、でくるみボタン、はい、袖と胸元にラインでついてまして、はい、上品なアクセントも入っております。これに合わせて、はい、イヤリングをつけさせてもらったんですけど、はい、これは本当は両耳ですよね。そうです、2つ重ね付けをしてくださっているんですけれども、こちらアイディアフープイヤリングと申しまして、こういった形でお好きな耳の位置であのアレンジして楽しんでいただけるデザインになっておりまして、あの素材はシルバーを使っております。中が空洞になっている仕様になってますので、身につけていただくととても軽い印象かと思います。だから軽かったんですね。はい、そうなんです。結構ね、ちょこっちの方がすごく綺麗になってるので、はい、透け心地もすごくね、うん、ピアス感覚、ね、そうですね、つけれるので、はい、あと、さっきのいつものリリースフォーセブンさん の、はい、あのタイプとちょっと違って、そうですね、スクリューでこうネジで回していただく仕様になっております、はい、でこちらもきちんとシリコンがついておりますので、はい、落ちにくいようにデザインになってます。ちょっと安定感やっぱりす、はい、軽くてもこんな可愛いですね、はい、もう日常使いにもすごく使いやすいシンプルなフォルムになってまして、はい、やっぱりシルバーのこのツヤもすごく綺麗なので、うん、顔周りをパッと明るく見せてくれる効果もあります。はい、ありがとうございます、はい、次、はい、帽子、あ、はい、はい、そのまま、はい、このままこうもうかぶっていただいて、はい、あ、かぶりやすい、かわいいですね、はいはい、こちらもあの、はい、リモンターシャイストの、はい、あのを使ったキャップになっておりまして、はい、光沢がすごく、はい、際立つように縫い目を目立たない縫製をしております、
縫い目を見せないことでこの表面の光沢がより映えるようなデザインになっております。本当に柔らかくて、はい、かぶり心地もとてもいいし、はい、なんかふわっとかぶれます、ね、そうですね、フィット感もしっかりあって、でやっぱり、はい、特徴はバックスタイルのこのベルトがスカーフになっております。こちらもすごいアクセントになって可愛らしい印象で、表はスポーティーなんですけれども、バックスタイルはフェミニンで、そう、二面性を兼ね備えたデザインになっております。人気 のフォグキャップのシリーズ、はい、同じ形を使ったタイプのリモンター、はい、シャノナイロンのタイプもよろしかったらお好みの色味を、はい、あ、でもね、本当にね、滑らか、帽子がこう触り心地もそうですし、はい、普通のやっぱりキャップの感じよりもっと軽やかにこうかぶれるし、はい、やっぱりもうね、シルエットはもうね、うん、最高ですね、はいはい。でやっぱりこう、はい、このナイロンのツヤが本当に美しく、はい、スポーティーな要素ではあるんですけれども、はい、エレガントに、はい、かぶっていただけるキャップスタイルだと思います。やっぱりそのアクセサリーとも一緒にこうつけれて、はい、うん、なんかこう可愛く入れるってやっぱりいいですよね、はい、そうですね、はい、今ね、はい、私このビジュアルで見た時もやっぱ、はい、スタイリングをしてくださったから、はい、こうやってレイヤードスタイルもすごく品があって、はい、ね、このね、おリボンのところも、そうなんですよ、こちらのリボンは、はい、ちょっと帯をこう折り重ねたようなシルエットになっているのが特徴になってます、はいはい、こちらもリモンターイースト社製のナイロンを全面に使っているデザインになってますので、すごく黒でもこう、はい、艶感が顔周りをパッと明るくしてくれるデザインになってまして、はいはい、インナーも本当にどんなお洋服とか、まあ、はい、今日みたいなこうハイネックでもいいですし、はい、T シャツなど合わせていただいてもいいですし、はい、本当通年使っていただけるデザインになってます、はいはい、なんかこのお素材のこの厚みも、はいはい、やっぱりこうなんだろう、上品で、そうですね、はい、なんかしっかりしたこう凛としたシルエットを作ってくれるデザインで、はい、A ラインもすっきりとしていて、はい、着ていただくとこう大人っぽく、うん、着ていただけるデザインになっております。確かにそうですね、はい、ゴールドだとこんな印象になります。なんか、はい、肌の染みのいいゴールドというか、そうですね、はい、ヌーディーなちょっと落ち着いたやっぱ深みのあるゴールドで、はい、微光沢が、はい、生えていますので、はい、落ち着いた印象で上品にかぶっていただける、はい、キャップになってます。確かにちょっとこう、はい、ベージュに近い、その、そうですね、ゴールド、はい、すごいなんかとってもなんかスタイリングしやすそうな、うん、そうですね、モノトーンでもいいですし、はい、本当に淡色のトーンのお洋服にまとめていただいても、はい、素敵ですし、はい、お洋服のちょっとスタイリングで雰囲気を変えてお使いいただけるデザインになってます。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらが、はい、バケットハットスタイルになります、はい、ぜひぜひ、これは、あ、これじゃないか、これかぶって、あ、まさにですね、このセットになりますね、ね、ちょっと、はい、素敵、あ、なんかすごいかっこよくなった、うん、こういうことですね、うん、こういうことですね、こういうことですね、やりたくなります、ね、やりたくなります。あ、まあ、やっぱ素敵だし、ね、あ、でもなんかやっぱすごいなんかこうかっこいいですね、素敵です、うん、でやっぱりこのナイロンのツヤがすごくこうパッと顔周りを明るく見せてくれますし、はい、で深くこうプリムが影を落としてモードな雰囲気も出してますし、はい、あとはこうアクティブなシーンでもお使いいただけるように、はい、こう紐をキュッと結んでいただいても、はい、素敵ですし、確かかわいい、はい、じゃあすごいかわいいですね、はい、幅広いシーンで使っていただけるデザインになってます、はい、で同じコードを使ったタイプでも、はい、少しこうつばをゆったりと取ったこちらのデザインもよろしかったら、はい、かぶってみます、はい、こちらはコードがついてまして、小野さん、これは UV 加工になってます、あ、なってます、 UV 加工で、じゃあこれからの時期ね、はい、絶対やっぱり、ナイロン、こちら撥水性も高いし、はい、防腐性もありますので、はい、本当にこれからの季節に、はい、ぴったりの素材になっております。あ、かわいいですね、かわいい、これお色は2色ですか、黒と、はい、こちらのベージュと、そうなんですね、なんかこういいですね、エレガントさも、うん、はい、こうやっぱつば広なので出てくるけど、はい、でもこうちょっとアウトドアに行った時にもこういうなんかちょっと日よけでもちゃんとできるし、はいはい、やっぱそのままなんかこう、はい、なんだろう、軽井沢とかにも行けそうな、はい、そうですね、スタイリングですもんね、はい、とカジュアルにならずにエレガントにそういった日常使いができるデザインになっております、はい、確かに、でコードも少しこうグロッシーなツヤのあるコードを起用しておりますので、はい、
顔周りをパッとこちらも明るくしてくれる効果があります。確かに、はい、ここがねもうアクセサリーみたいに、はい、これもかわいいですね。確かに素敵です ね、 ちょっと私はねまずね、うん、このこれも最初につけた、はい、こちらも気になっていて、うん、やってました。はい、でもこれもういい、もうこのシャツも欲しすぎて、はい、すごく似合ってますね。あるように、はい、こういうのをやっぱりちょっと着たいなっていうのと、ぜひぜひぜひ、ちょっと髪の色やっぱりこう戻して、ちょっとやっぱこう、うん、ちょっとモード感が入ってもいいな、はい、どうしようこれ。でもこれいいですよね。これいいですよね、うん、これね、紐がやっぱこうついてるってあんまりないと思うんですよね、こういった雰囲気で、うん、なんかねおしゃれな、なんかこうさっきしましたっけ、ちょっとさっき結んでみました、はい、なんかねこれも可愛い、垂らしてもいいし、うん、ちょっとこう結んで、でも可愛いですよね、はい、ちょっと顔周りにこうちょっとポイントになるというか、確かにこれでなんかこうふわふわにしても可愛いかも、髪型、うわそうですね、あいいですね、可愛いと思います。帽子これにします。わかりました、ありがとうございます。これいいな、いいですよね。そう、これ一つでちょっとこうきちんと感も出るし、うん、これいいなと思ったんですけど、ああでもこのセットどうですか。このセットいいですね。いいですか。完成ですね。完成ですね、はい、ちょっとこれもう一回やっていいですか。あお願いします。こういう感じで本当でもこれすごい素敵すぎて今回これにします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね今回もねもうね、はい、ときめきがね止まらなかったです。嬉しいです、ありがとうございます。皆さんもね、はい、今回あのご参考になればいいなと思います、はい、でまだ、配信これからね本当に、はい、あの皆さん行事ごと多いと思うんで、ぜひねこの動画をね参考にしていただければ嬉しいです、はい、今日近藤さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで皆さんさようなら。